影はこっちだね。そして空を暗く塗って、ここにね、穴を開けます。さらにその形を描くんだけども、適当に塗ります。絵の具なんかパンポーンと弾いてもいいね。とにかくあまりこだわらないんだよね。とにかく大きく描くことだね。すごい存在感をね、見る人にね、最初の鉛筆デッサンにあまりこだわらないんでね。約束のこれが穴ですね。これも、あれだよね。あまりこだわらない。ほら、感じてたでしょ？だけど地面描いておこうね。影を描いたら、これで、描いてみました。ね、鮮やかに咲き誇っている。そんな桜です。私と一緒に、水彩を楽しんでいきましょう。